ミルク、今日はこれで温度を測りながら散歩していこう。今日はでもちょっと涼しいからね、ゆっくり散歩できるね。よし、行こう。早い。今日はちょっと涼しくて、外の温度がだいたい30度ぐらいだね。外は、ちょっと薄い雲がかかってるぐらいかな。でも暑いね、太陽を見るとね。で、砂の上だとだいたい33度ぐらいかな。涼しいね。今日は30度ぐらいだから涼しいね。最近35度超えてたからなかなか散歩行けなかったね。おーい、ミルク、休憩中か。暑くて、あ、日陰で休憩してんのか。で、ベンチの上の温度は、だいたいベンチの温度は42度ぐらいかな。で、側溝とかの蓋の上、コンクリートはどれぐらいかな。ここも32度ぐらいだね。お、頑張って歩いてるね、今日はね。はい、まだ朝早いからいいね。アスファルトの温度は44度。よし、上り坂だ。よし、上り坂ダッシュ。よし、走るぞ。で、日陰のアスファルトの温度はどれくらいかな。お、日陰のアスファルトだと29度、30度弱ぐらいだね。うわ、暑い。よし、こっち行こう。車に戻ろう。砂利の上でもだいたい35度ぐらいだね。よし、今日は結構風があって涼しいんだけどね、まあ、結構風吹いてるね、今日はね。はい、ミルク、お水。はい、はい、開けたよ。はい、水。すごい飲んでるね。暑かったかな。よし、よく、よく歩いた。はい、よく歩いた、よく歩いた。あ、20分ぐらい散歩したけど、その間に気温上がったね。35度。35度です。暑いね。で、ちなみに散歩してる間、車止めてたところのダッシュボードの温度は54度。これは暑いね。外よりも20度以上高いってことだよね。これは危ないね。ジャングルジムか。ジャングルジムの温度も測ってみるか。この辺がいいかな。ジャングルジムの温度はこれも47度ぐらいあるね。暑いね。はい、うん、はい。そこもちょっとまだいけないな。ふくちゃん、滑り台はいけるんじゃないかな。ね、ふくちゃん、これよし、この日陰の方の滑り台滑ろう。よし、行こう。ゆっくりだね。いいぞいいぞ、ゆっくりで。暑い。じゃあ滑り台の温度はどれぐらいかな。まずは、うわ、滑り台は 56.7 度って。57度だね。これ樹脂っぽい。まあね、プラスチックっぽいやつだけどね。で、日陰のところの、日陰のところの滑り台だったら、あ、47度ぐらいだね。はい、暑いからお水。水飲んで。
まだ遊ぶの？暑いぞもう。すくちゃん暑い暑い。タオルで温まってます。はいはい、暑かった。はい、プールの温度は27度。ちょっとあったかいね。じゃあふくちゃんの頭は、うわふくちゃんの頭35度で暑い。お水かけてよ。はい。はい、泳いでください。いいよ。はい、はい、夏はやっぱりプールの方がいいね、ふくちゃんね。公園よりプールの方がいいね。はい、くる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 。じゃあ今日もおしまいです。バイバーイ。はい。